こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとゆうです。今日はね、比較的普段の私服が割とボーイッシュめな方にお越しいただいたんですけど、普段みんなから DM とかで相談もらったりとか、あとはコメントとかでも質問があったりすることで、ボーイッシュな方たちがこう体の悩みに対してどう向き合ってるのかっていうのをね、聞きたいなと思ったので、はい、それをね、普段ねご相談いただくので、みんなに今回募集して答えてもらおうと思います。ということで、まずはじゃあ自己紹介からいってみましょうか。原宿で美容師をしていますカホアイリのカホです。よろしくお願いします。クーゼスというブランドをやっている田中です。お願いします。形不動産のヨッシーです。よろしくお願いします。ゆです。はい、お願いします。まず皆さんって悩みありますか？ご自身の例えば生まれながらの性の体と自分がしたい表現とのちょっと不一致とか、コンプレックスってあります？体の部位で。私は、全体的にいろいろ悩みはあるんですけど、服選ぶのが一番生きてて難しいなと思うんですけど、身長がそもそも低いから、でさらに腕が相当短いんですね。なので、だいたいツンツルテンにはなったことなくて、着せられてるみたいになっちゃうんですよ。なのでそれが悩みですかね。もう受け入れて生きております。自分も身長153センチしかないから小さいので、低身長で骨格がウェーブなので、やっぱり骨盤周りが、ね、女性特有のとかが気になるから、結構やっぱオーバーサイズ着ちゃいますね。細い、全体的に華奢華奢、なんか筋トレはするけど筋肉がつきにくかったりとか、やっぱそれ隠す服装とか、目立たないような服を着るように。私は太ももでした。服着るときに胸の膨らみが目立たなくなるようにしたいです。あります？経験、ありますね。元がない元がないタイプ、内派潰す、あります。そうですね、太ってきゃ太っていくほどみたいな。で最近一生太ってるので。ちなみに潰すときは何かポイントとかあるんですか？今まで潰してきた感じでポイント、ブラシで巻く人とか、ソブラの方がブラジャーより目立たないよとか、ワイヤー入りは絶対つけないとか、みんなあります？ブラジャーみたいな。胸潰すのって鍋シャツとかってあるじゃないですか、ホック地獄みたいなのってあるじゃないですか、あれはめんどくさい。なんか普通に形スポブラみたいなので、あこれ潰れそうだなみたいなやつかなと選びがちなのは。ゆうちゃんは？だから潰してないんですけど、でもなんか極限に写真っていうかスチールみたいな時に細く見せたい時はやっぱここがない方が上半身すっきりして見えるなと思うんで、そういう時は潰します。胸は鍋シャツで隠せますが、骨格ががっつり女でお尻がでかいこと悩んでます。あ、それ悩んだことある？じゃあこれはこのお尻が大きめの人ってどういうタイプのパンツ履いたら目立ちにくいとかってある？フレア。足元に向かってシュッてなってると結構あれだね、お尻ポンって感じ、絶妙なワイドもポンってなるし、フレアはとりあえず失敗しない。なんかフレアってすごいこう女性らしいラインっていうか、その女性っぽく見えるかなって、体のライン的な感じで思ってたけど、そうじゃないんだ。フレア履くなら上をちょっと丈長めのやつ履いたりとかしたら。田中さんありますか？上がやっぱり長めを着ることでどうにかなってると思い込んでる節ありますね。ズボンの形とか正直というよりかは分かんないから、分かんないので着丈長いやつ着てとりあえず隠れていりゃどうにかなってんだなと思いながら生きてます。これもできてる。お尻のトップが結構出てること。本当はストンと平らなお尻になりたい。なりたいよね。そういうこと考えたことないんだけどさ、お尻の形もさ気になるの。丸み、でみんなさヒップアップも丸いプリケツが最高みたいに思うんだけど、それでやっぱ女性らしいって感じる？なんか丸み自体が女性らしく見えるから、胸もお尻もだからやっぱ隠したいとかは思うかも。それで言うとさ、こう胸のささらし、胸潰すのあるじゃん。お尻のさあるのかな、あるのかな、調べたことある？平らにしないな。確かに確かにないね。お尻をないね。潰す、上も下も潰してただろう。歩ける歩かないんじゃない？多分その日はいろいろ苦しい。歩幅も歩かないと決めた日、補正はいけそうだよね。
彼女との身長差11センチ、身長は低いから身長高くなりたいです。身長で悩んでる方はどのようにカバーしてますか？それはもう諦めよう。身長がもうね、厚底以外の限界ですもん。確かに一回調べたことあって、身長どうにか伸びねえかみたいな、うん、おー、いやそう、一回骨折って伸ばすみたいな、もしやったろかなみたいなって思ったぐらいには調べましたが、まあちょっと勇気なくてやめました。でもあれ左右差出るっていうよね、長さに。いや、そう、そうそう、大変だね。そう、仕上がり、なんか身長高い人いっぱい寝るって言わない？はい、私。でもレイちゃんの場合は、やっぱあの高校生ぐらいまで夜10時、9時ぐらい寝てたから、8時、8時8時だった。いや、私身長伸ばすことに命かけてたから、その時、うん、なんかちっちゃいボーイッシュとフェムカップルって多くない？あ、はい、多いよね、だってうちらも、ね、だから需要はめっちゃあるんだと思う。おすすめのさ、厚底のさ、ブランドとかってあったりする？みんな、なんかこれは良かったのか、これいいですね。これ名前なんだっけ？ブラウンズ。ブラウンズ。あ、それ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 。あ、なんだっけ？グラウンズ。グラウンズ。グラウンズ。3センチとかだったらさ、マーチンとかで全然とかだけど、もっと漏れ？以上。マーチンって漏れない？いや、そんなにないよ。意外とない。意外とない。ここでインソール入れて5センチとか作れるけど、5センチ以上を目指すなら結構やっぱ値段張ってくる。最近さ、厚底のやつ多ない？あ、プーマとかあるわ。ナイキも出してる。そうだ、そういうの出てる、うんうん、そう、スニーカーで厚底めっちゃ増えてる、うん、結構ね、はい、ってるみんな。胸を完全に潰してしまうと女子トイレに入りにくいけど、ファッション的に胸がない方が好き、うんうん、女子トイレ入れる問題ってあります？みんな胸とか潰して完全に防衛者の格好をしちゃうとさ、言われたりする？言われたことあるよね。よし、言われるよね。ある、叫ばれたことある。なんて言われるの？デパートのね、女子トイレから出てって、おばさんが来たの、うん、で、上の看板を見て、ですれ違ったの、うん、したら、あなたはここ女子トイレですよって言われて、すごいね、でももうしかとしたけど、ちゃんと注意する、ちゃんと注意されちゃったタイプ、ね、うわー、トラウマになるわ。そう、だから一人で入れないかも、今。駅とか。田中さんどうしてるの？もういませんという感じで息止めて入りますね。もう本当私はいませんみたいな感じです。普通に駅の、いやー、公共の場のトイレはできる限り入りたくないから入らないようにはするけど、うん、もうやばいって時は、でももうやばいってなってる時はやばいので、うん、あんまりもう気にせず入れるんですけど、出る時、うん、出る時が問題。並んでるみたいな、あ、はいはい、扉の前に絶対に誰かがいるみたいになった時はもう息止めて下向いて、意味ないけどね、息止めてても息止めて、なんか分かんない、あの気配が消えてる気がする、息止めて、で、なんか若干気持ち高いかなぐらいの時に、あ、なんかすいませんみたいな、分かんないけど、またせましたねみたいな感じで一回喋る、声出していく、声出していく、そう、なんか喋る、でももう記憶ない、嫌すぎて、あんま、だから誰か連れてくこともありますし。え、温泉は？え、温泉もめっちゃ好きだから行くんだけど、でも温泉ってえ、もう大浴場、いや脱いでしまえばいいよ、うん、いや、そうそう、だからもう、ね、そこまでが勝負。ドレーンをくぐった途端にワンサーを抜き始めたらいいんじゃない？もうあ、でもそうだね、マジでこう行った方がやってます、やってます、それやってる、うちも若干脱いでる、若干脱いでる、はい、もうあれをくぐる前から若干脱いでる、フロント、フロントのそこが勝負や、もうちょっとこう、ね、鍵交換みたいなやつあるよね、うん、まさにこの前それあって、でもちゃんとなんか女性用2つもらえちゃって、うん、ういってなって、でそっからであの、まあ、パートナーと一緒に行くわけじゃないですか、うんうん、で一緒にあの私を早く脱がすっていうミッションがまずあるので、うん、手伝ってくれるの、うん、行け早く脱げみたいな感じになって早く脱いで、じゃじゃーんってなって、じゃーんってなって待ってやってるので柴田がズボンパン、そうそうそう、待っててじゃーんってやって、柴田がゆっくり脱いで、じゃあ行きましょうか、確かに確かに、でも結局お湯に入ったら意味ない、あ、確かにお湯に入ったら意味ないから、うちはすぐ暑いから岩場とかに岩場に上がって涼む、このビジュアルに岩場にいるの絶対会いたくないわ、そんな田中さんに、めっちゃ面白い、露天風呂とかマジで本当にあのぬるっと出て半分出てんだ、 え、それってさ、もしさ田中さんのファンとかに遭遇したり、うん、お客さんと遭遇した時って考えない？なんか、いや、あの考えたりするんだけど、うん、まさかねみたいなまさかまさか、うん、だしこんなノリノリで温泉入ってるってみんな思わないと思う、じゃないし、岩場とかに塗るって声かけれないかも、そう、うちじゃないって思うはず、確かに声かけないわ、そうでしょ、言っちゃったけどね、もうやばいって思うはず、よく温泉に行くっていうのバレたね結婚式何を着ますかって質問が来たんだけど、防衛士の人は結婚式どうしてるんだろうっていう、うん、すー、ドレスは着たくない、あー、そうですね、ドレスの選択肢はないかもですね、うん、
スーツかなと思うけど、スーツ以外の服装が何かあるならね、うん、知りたいところではあるんですけど、短パンとかで、あ、そう、そういうのでいいよね。そういうのがいい。婦人科系の検診ってどうしてますか？これは本当にね、同じことを思ってる。同じ、みんなどうしてる？先生の性別とかは気にしないかも、うん、正直どっちでもよくて、そこに行くまでの過程が嫌で行けない、行きたくない、行ってない今のところ。そう、なんか多分行く時って相当悪いことが起こった後の事後に行くんだと、うん、予防とかで気軽に行けないから嫌だなと思いますよね。ちょっとね、精神的に嫌だけど、うん、一応検診は受けといた方がいいから、行く、あのちょっと何、よりボイシュじゃない感じで、あ、ちょっとオフィシャルな感じのね、で行く。なるほどね、うん、確かに検査だけじゃなくて、やっぱり産婦人科とか婦人科とかって、うん、あれか、女性がほとんどの場だから、周りのすぎる見た目で行くのも、そもそも付き添いみたいな感じで見られちゃう。そう、本当にそう。だから、で、名前呼ばれて行く時に立つのが、お前みたいな感じになるのとか、うんうん、別になんかそう思ってないかもしれないけど、思ってんだろうなと思いながら進む道のりとか、やはり胸を取りたいけれども、費用が高くて悩んでますと。胸取りたいって思ったことある？取りたい、取りたいなと思うことはあります。取りたいなと思ったことあります？全員？いや、ないです。あ、ない。取るイコール性別変えたいとかではなくて、着たい服とかそういうなんかどうありたいかに胸が必要ないんだなと思うから、まあ取れますよ、どうしますかって言われたら、あ、取りますって言うかなという感じがします ね、うん、海とかプールとかね、そういうとことか。でもさ、甘い方が楽やんと思うし、結構さ、同性同士でさ、こうやって付き合うと、うん、逆にパートナー側が取んないでっていうことありませんか？うん、ボイシュ、ボイシュ側が取りたいって言ったら、うん、彼女側が取らないでって多くない？多い。なんでかな？あの、こういった天身長の方ですとか、まあ、私自身も着る服に悩んだりとか、まあ、逃れられなかったのがこういう結婚式で着る服装とかで、まあ、スーツ着たいなと思ったけど手に入らないっていうことで、実はスーツのブランドをやっておりまして、クンセスっていうんですけど、まあ、なのでもしスーツ困ってる方はご連絡くださいということと、パートナーと YouTube やっちゃったりしてますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。さっきお話であったように、骨盤が気になってで、上が華奢みたいな話、うん、あったと思うんですけど、それをファッションで服装で変えるっていうのも一つだけど、筋肉で体型でカバーするっていうのを、美容師以外にパーソナルジム、女性の体を男らしくさせていただくパーソナルジムをプロデュースしたので、ファッションもそうだけど、あと、まあ、華奢な人は筋肉を必要なところだけにつけるとか、そういうのをやってるので、よかったら URL チェックしてください。新宿でやっています。あの、ボーイッシュな体の悩みを募集したところ、ね、すごい一番多かったのはやっぱり胸の膨らみが気になりますっていうのがすっごく多くて、胸の膨らみ消し方が分かりませんとか、あと胸が大きいことが昔からの悩みです、服装もショルダーのバッグとかも全部難しいとか、胸がないかのようにまで潰したいのですが、何かいいものありますかと。これ以降コネストあるあるか分かんないけど、ボーイッシュに服を寄せても横から見ると厚みが出るとか、実はね、今回私たちあるものをね、プロデュースしました。長かったね、長かったね、本当に。じゃんじゃん、はい、1枚で着れる胸を潰せるタンクトップ、タンクトップ。こちら商品名はフラットタンクトップです。こちらはね、一見普通のタンクトップ、でもね、違うんですよ。あの、胸を潰したいけどタンクトップみたいに1枚でさらっと着たいって方ね、中にはいると思うんですよ。やっぱ何枚も着るっていうのは夏は暑いし、うん、思ったよりも潰せなくて、結局ちょっと胸があるようにタンクトップが見えちゃったりとか、うんうん、っていう方にね、おすすめしたいもので、はい、今回タンクトップを作りました、はい、こちらね、実はね、中にね、胸が潰せるね、マル秘のアイテムが詰まってるんです。はい、こちらご覧ください。このようにね、胸が潰せる部分がついていて、人の胸の上潰したい大きさによって、こう特殊な生地なんですけど、特殊な生地がこうペタッとくっついてくれて、フラットに潰してくれるというものになってます。ホックなしなんですよね。ホックなし、しかもパタパタってやったらもうすぐに潰れます。だって、見て、ほらほら、あ、そうそうそう、あ、やってくれた、やってくれた、うん、この風に、しかも後ろはね、熱くならない、夏でも着られるようにメッシュタイプにしてあります。見て、素材感わかるかな。結構ね、珍しい素材感だよね、うん、布1枚でね、つくのよ、うん、
すごい簡単に取れそうだけど取れないよね、取れない、密着度がやばい。一応サイズが2展開になりまして、通常 S サイズとか M サイズ着てる方はあの S サイズのような大きさで、 M サイズから L サイズとか L サイズ着てる方とか私ぐらいな感じの方は、もう一つ上のサイズっていう。ちなみにね、あの L サイズというか、まあ、大きい方のサイズはどのぐらいかっていうと私が着れるぐらい、私168cm で、で胸もあの一応補強しているので元もあるけど補強もしてて、そのたくさん詰まってる、たくさん詰めて、いっぱい詰めたけど潰せますっていう私の体型でも着られるので、ある程度のことは入るんじゃないかなと思います。一個ちっちゃい方はお二人が結構着てるんですけど、割と華奢な方だったりとか、胸だけちょっと気になるけど身長が小さめの方だったりとか、って方にはね、おすすめのサイズになってます。はい、ちなみに身長が私153で、アイリーは2です。152、はい、だからうちらは結構こっちの小さい方を使ってます。お二人は、私は大きい方、私たちはどっちも大きい方で、ゆうちゃんが163ですね。はい、でも結構ね、あの鳩胸だし、あの幅もあるんですので、はい、笑い声がね入っちゃってるんですけど、後ろでね、嬉しいね、ヨッシーがね抱っこしてくれております。はい、であのこちらなんですけど、1枚でもちろん夏着ることもできるし、なんか私とかちょっと胸がね、あの割と大きめっていうのもあって、ビジネスの時にちょっと胸が大きく見えちゃうと良くないじゃないですか、ちょっと、あんまりよろしくないので、そういった時とかにちょっと潰したいなって思う時とかもあって、そういった時にね使いたいなと思ってます。なので普段ボーイッシュな格好をする人も、あのビジネスとかのシーンによって使い分けたくて、ちょっと胸をね小さく見せたいなっていう女性の方も、どんな方でもね着ていただけるようなタンクトップのデザインになってます。ということでね、気になる方はねこのような風に着れるので、お写真も載せておきますね。はい、こんな風にね着られて、このぐらい胸もね潰せるので、気になる方はねぜひお問い合わせください。色は2色展開で、チャコールグレー、このおしゃれなグレーと黒です。黒の2色。はい、ちなみにこれ胸を潰しててもあのやっぱり色は濃いめの色にしてあるので、あの、何か透けたりすることはないです。めっちゃ厚みもあってね、マジで普通におしゃれ。私も結構潰れたし、愛ちゃんも結構潰れたし、っていう感じなので、胸がちょっと大きめの方でもね着やすいかなと思います。はい、ということでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。皆さん気になる方はぜひチェックしてください。バイバイ。バイバイ。